参りましょう。電子軍神の娘菅銀帝、非力ですが頑張ります。この主義法こそが時代を照らす炎だ。戦おう、苦しむ民を救うため。え、私が真の三国武装でいいの？うまくいったみたい。俺こそが真の三国武装だ。うまくいったな。劉玄徳、真の三国。よし、成功したな。何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、諸の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。待っていてくれ。
早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村は前線で頑張っているうちに頼んだよ。見ていて。ま、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば。ここで雪村を失うわけにはいかない。今日残念。忠実な部下もいるが、あの調子じゃ新校舎にはついていけない。対抗勢力が流れている。ここにいるのは危険だ。魔王から着く救援に参った。雪村、どうしてお前を国の輩に撃たせはせぬぞ。おお、金継ぐ殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でもなんかほっとしたね。グレンの闘志を見せてやる。共に闘争の美酒に酔わん。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。不足なし。大人ご活躍です。やはりそっちから来るか。伏兵部隊出番だ。親方様の読み通りだ。みんな眼前の敵を打ち破り突破せよ。うまくいったよ。魔が遊んでやる。なんという武勇。私が行こう。行くぞ。ライガー連弾。
ちに恨みはないけど、燃え上がれ。こっちも引くわけにはいかないのよ。烈火両線だ。敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの再度結束は侮りがたし、これ将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけたか。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角殿、これはどういうことです？悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角殿、ご覚悟。角の野郎、裏切りやがったか。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。もしかしてふけまりかの。まだも行くの。あっぱれなものの不要の。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ2回であろうと、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいんだ。手出してくんなら獅子が牙むくぜ。それは過分か。こっちに来た以上、あんたらのため精一杯働かせてもらうよ。はい、おいたし。今すぐあなたを信用することができる。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。この依頼に仁君劉備殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要だ。民や兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なるほど。この世界でもあんたは相変わらずだ。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。何よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。頼もしき同志を得て私は幸せだ。挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信念試させてもらいます。行くぞ。大河連弾だ。無限の闘志を見せてやる。Yeah!
申し訳ございません。異世界の地獄、一緒に楽しみましょう。帰ります。私が行こう。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だ。一体どこに行ったんだろうね。信長。急ぎ雪村を救わねば。あらまあ、張り切ってらっしゃること。信長様のため、私がここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。私が折れてどうする。グレンの闘志を見せてやる。グレンの闘志を見せてやる。いや、グレンの炎よ。私が行こう。グレンの闘志を見せてやる。援護できずに引くことになるとは。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だが、一体どこに行ったんだろうね。信長。
急ぎ雪村を救わねば。あらまあ、張り切ってらっしゃること。信長様のため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。それは人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。あなたは。私はペルセウス。私は奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている。理由なき力に従えるはずもない。よい竜、この信長にその怒りを、力をぶつけよ。頑張ります。自分の非力さがもどかしい。なすべきことがある。その目的のために。
今は引こう。見ていて。事情を知る。いつか吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても、信長のあの妙な力は一体。なんか蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていた者、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。さて、行くかね。この手で守ってみせる。手は出さんで渡る者、過分か登姉上より褒あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと御前、そして景勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。
仲間が増え、ここも随分賑わってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。核のごとき危うき状況、皆一刻も早く脱せればよいが。そうだな。だが私は悲観してはいない。剣心殿が盟友としてそばにいるからな。剣心殿は義に戻ることはない。共に大義のもと信じて戦える御人だ。誠に頼もしい限り。剣心も同じ。徳子ならず必ず隣ありということか。この縁大事にしたいものだな。今は味方も増え勢力も増しているが。うん、我ら二人一層協力して皆のため、そして巻き込まれた民のため邁進しよう。ぜ、引いてはそれがこの謎に満ちた乱の解決にもつながろう。やはり鮮やかだな。どうしました？俺の顔に何かついていますか？直政殿の鎧は素晴らしいと思ってな。しかしなぜ全身を赤で固めているのだ？目立たせるために着ているんですよ。戦場に井伊家がいることを知らしめる。それでおじけづく敵も出てくるんです。なるほど。俺はその赤を見ると燃えてくる。味方にとっては勇気の、敵にとっては恐怖の色なのだな。あのお言葉ですが、金馬城殿の格好もなかなかのものだと思いますよ。俺の赤以上に目立っています。それでは敵の格好の的です。ですからあまり突出されない方がいいかと。俺の身を心配してくれるとはありがたい。ならば共に突き進もう。鮮やかな二人が並べば敵の目もくらむかもしれぬ。何なんですか、その作戦は。雪村はこの異世界でもその槍で運命を切り開こうと突き進んでいる。家も土地もしがらみを守る必要もないこの地で、己が心のままただひたすらに戦っている。それに引き換え兄という生き物は到底弟にはかなわないものらしい。いや、むしろ逆ではないのか。我が兄孫策は気さくで人を引きつける。行動力、決断力に富み勇猛果敢。弟の私などの及ぶところではない。兄にかなう弟などいない。私はずっとそう思って生きてきたが兄と弟でこうも意見が違うものか。ああ、私にはない視点が新鮮だ。これからも兄の立場からいろいろ教えてくれないか、信行。分かった。こちらこそよろしく頼む。弟の心境を知る良い機会になりそうだ。信玄殿、あんた孫子がお好きなんだってね。その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、
侵略すること火のごとく、動かざること山のごとく。で、知りがたきこと陰のごとく、動くこと雷神のごとしと続くわけだ。孫子の軍曹編だね。どうじゃろう、増えない軍略家同士、兵法について語り合わんかね。申し訳ないが、俺にとって兵法とは実践するものでね。兵は差を持って立ち、理を持って動き、文語を持って変をなすものなりってあるだろう。千変万化する兵法を語るなんて意味がない。ただそうだな、ウロの争いで実戦とあらば、ぜひご一緒したいね。なるほど、囲碁で兵法を論ずるかね。いいよ、ならば早速参ろうか。貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。この手で守ってみせる。思い切り戦われよ、孫賢殿。成功したか。モノノフの意地引くわけにはいかぬ。モノノを受け、織田軍は撤退。武田は九死に一生を得る。だが謎も混迷も深まる一方だった。織田信長が得た凄まじい力、ペルセウスと名乗った信長を追う青年、そして時折よぎる知らぬはずの記憶。反乱軍の面々は思い思いに考えを巡らす。だが彼らに立ち止まっているいとまはなかった。前線騎士を守る綾御前と上杉景勝から救援要請が届いたのである。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と景勝様を救い出すのだ。
敵の数が尋常ではない。急がねば、影勝様たちが危うい。御前、影勝様、しばしお待ちを。この加熱軍が直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。槍で押し通るのみ。敵軍からも気概を感じる。ただの賊ではないようだな。調子で封戦せよ。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。これ以上は行かせん。邪魔をするな。御前と影勝様は私の手でお救いする。熱雪村救援。ええ、来てくれたようです。神勝、あと少し耐え抜きましょう。がまだ戦っています。さあ救援に向かいますよ。ありがたい。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。Yeah!
こは引く。真田の窮地を脱しました。次にこちらがお返しをすると。勝負の棋風示さん。数では勝っていたが詰めが甘かったか。ならば拙者自ら当たるのみ。燃えよ我が家に。頼もしき同志を得て私は幸せだ。我が名は序孔明、湧いて願おう。あの白ずき、そして高潔な空気、まるで可愛い剣心のよう。かなりの武人とお見受けした。いざお手合わせを。願ってもないお言葉。真田幸村、いざ参る。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐行殿、あとは俺たちに任せてくれ。大志士殿、好きにはさせん。すまない。頼んだぞ。徐行殿を追い詰めたのは敵軍の勢い、侮れんな。敵の大将が出てきたようですね。愛で避けしてあげましょう。大使人この世界。よし、私が話をしてみよう。兼次、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。麦の輩は一匹たりとも近づけず。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんよ、影か。はあ。その勇気、綾の心にも響きましたよ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな、愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ。城を落としてしまえ。うろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。敵の城攻めはまだ続く。油断できる。敵の大将が出てきやがった。その首もらうぜ。邪魔をするな。程度は数で城は守れまい。さっさと制圧するぞ。もう遅れは取らん。を狙う敵はあらかた片付いたか。あっぱれ。よく来てくれた雪村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。雪村、そのまま前線で城の防衛を頼む。で奮戦せよ。
孫権殿が敵の大将だったとは。ならば負けても致し方あるまい。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。謙信公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。良いのだ太子、それに徐光、お前たちさえ良ければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしき者の父、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。世に愛に。真には違えぬ。いざ戦場へ。徐光明、ひたすら武の道を極めん。それにしても、信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。もう直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何より今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。北条氏康、今川義元、董卓、そして袁紹、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら、義元殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。修繕、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。